どうでしょうか。乗った。お、いやお、いけた？ー、よかった。ああ、よかったよかった。そうなんか？来たでちしゃんょ。とアイコン光ってるよ。光ってる。ほんとすいだ。ません。うん。お騒がせしました。素晴らしい。さすがです。申し訳ないです。お時間おかけしました。どうもただいまです。みんなの声入ってるかな、これ。入ってんじゃない？どう音質悪い。音質悪い。誰だ、今の。え？もしもし。うーさ。入用して。これ誰？なるせなるせ。ああ、全然わからん、誰とか。これ光ってるからわかるよ、喋ってる。ああ、そうか。めちゃでーす。あ、いいですね。あ、いいですね。綺麗爽ですやね。か。はい。これ全員多分入ってますかね。音量とかも大丈夫かな。どうやめいちね。ゃんちっちゃいって。めいちゃんが小さい。うん。めいちゃんもっと大きい声出して。いないし。音悪い。音質よ。毎回誰か音悪いんかな、これ。なんで？めいちゃん？それ。めいちゃんなんかトラブってる？ めいちゃん声遠いんだけど。ああ、確かに。誰と話してんの？え？本当だよ。どういう状況？え？めいちゃん？めちゃでーす。録音かよ、これ。あ、録音か、これ。録音流してる、もしかして。 SE だね。なんでだよ。さ、これ。あれ、SE 化してる。やばい。やばいね。めいちゃん、これ。ルス君はどうすか。いや、俺大丈夫だよ。ルス君はどう。なにそれ。え、これどっち本人。え、本人。あ、本人は本人だよね。本人は本人だけど、本人なのか。え、もしもし。もし。めいちゃん。めいちゃん。めいちゃんでーす。やばい。やばい。だんだん壺にはまってきた。面白い。今。しかもこのために絶対録音してたでしょ。録音してた。なんでだよって何それ。3つしかないのかな。デスクはどうすか。3つしかない。3つしかない。3つしかない。やばい。なるせなんか1個しかないからね。え、なるせは？なるせどれなの。え、なるせごめん。じゃあ、なるせも2つしかないんだ。おっちゃりな。よろしくお願いしますね。どこまで録音してんの。やばいな。それ成り立っちゃうじゃん。すごいな。それはマジでそうだよね。めっちゃポン寄せが高い。すごいな。ちょっと次はみんなこれをやってきて5個ぐらいで会話できるかな。できる、できるかもね。試してみましょう。やればいいんじゃん。話題出せないから無理じゃないですか。確かに。はい。今日は何を話していきますか。今日は何話しましょうかね。なんかね、さっきも話してたんやけど、うん、はい、特に話すこと考えてなかったなっていうことで、どうしようねっていうことでね。見切り発車で。そうそう、見切り発車でとりあえずやろうって。ゲームもね、いろいろ考え。うるせえ。うるせえ。テンションのあれが違うね。そろそろ進めましょうか。すごい。すごいすごい。確かに。成り立つね。確か、え、これ今の、え、どっち、楽音。今の本人。いや、今のも録音か。多分。え、わかんねえよ、もう。すごいな。まあまあ、けど、まあ、その会話の意思でこうやって音声を出してるってことだから、大丈夫だよ。そうです。そうそう。え。食い気味。食い気味。早いんだよな、SE。はい。ね、特に、うん、考えてはなかったんですけども、とりあえずやることが大事かなと思って、はいはいはい。ちょっと新しいこのアイコンが光るやつやってみたんですよ。誰か誰か分からんなと、いいね、6人喋ってたら。うん。うん、いいまあ、みんなの、だから、こうやって、あった方がみんな分かりやすいでしょ。多分。多分。はい、あ。分かりやすい。うん、優しい。どっちか分からんわ、今のも。いや、もう生でしょ、今の。もう生か。ええ。で、まあちょっといろいろ分かりやすくして、まあ今日はちょっといろいろお話できたらなって思ってます。うん、はい、で、その肝心な話題なんですけど、特にない、はい、ないから、さっき千田くんがね、うん、何やっけ、これ。これなんだ？
くれたんですよ。ちょっと待って、これだって開くんやん。多分リンクを押せば。あら、あ、これか。トークテーマ出題スロットってやつ。うん、せなくんがくれたやつ。これでちょっとお題を決めようかなと。僕うんち、誰だ今の。絶対ナルセだな。どこからナルセ、どこから持ってきた。よいしょ。今日喋んない気だな、これも。あ、今日喋んない、新しい、新しいね。共演すんな、新しいな。話そろそろ進めましょう。それはずるいな、それ。そうそうだね。はい、じゃあちょっとやってみましょう、はい、このよくわからんやつを。マジでやるんだね。ハッシュタグとかでやろうって言ったのに、結局トークテーマ出題スロットになったの。うん、やばすぎやろ。オッケー、オッケーです。あ、そうか、ハッシュタグあるやん。え、あるの。いや、なんかね、XIG っていうハッシュタグにしてみたんですよ。うん、はい。この放送のタグ、開始の時のやつ。これ、あ、これ、あ、けどこれにしたら全部埋まっちゃうやろうから、うん、何にしようか、タグ。段取り、タグ名、タグ名。今から決める。うん、じゃあ、今日はハッシュタグしてみよう、ハッシュタグしてみよう。うん、せっかくやし、ま。思うようにやってみよう、まずは。やってみよう、やってみよう。なんか、お便り用のハッシュタグ考える？あ、そうそうそう。決めようじゃん。何しよっかね。何しよ、今後も使えそうなやつにしようや。そうですね。行ったか。まあ、XYG はつけた方がいいでしょ。つけたいね。XYG 話題ルーレット。うん、おいいっすね。ルーレットでもなんでもないけどいいっすね。いいね。勢いがある。なんでもない。ルーレットでもなんでもない。XYG 話題ルーレットね。うん。もうそれにしよう。あ、それいいの？それにしよう。本当？本当？じゃあ、これを。うん、つぶやけばいいんだね。XIG 話題ルーレットタグって。あ、じゃあ、それを、あ、ん？それを見ればいいのか。XIG 話題ルーレットっていうタグを僕らが拾って見ればいいってことか。ああ、そうですよ。なるほどな。うん、そうですね。どうしてじゃあ拾うんですか？あ、そうだ。じゃあタグ、ちょっと皆さん、XIG 話題ルーレットで。広げますか？いいよ。はい。やっていこう。じゃあ見に行ってみるか。見に行ってみましょう。いやー、いっぱい来てるのかな、楽しみやな。どれ、なんだったっけ。話題お題じゃなくて話題ね。話題。まだ2件しか来てないっすよ。まだ2件しか来てない。いっぱい来とるやん、今日も。どこ見てんねん、ほんま。はい。どんどん行きましょう。いいね、ああ、いっぱい来てますね。ちょっとルス君的にこれはいいんじゃないかってやつが、もしあれば、はい、うん。はいはい。お酒がテーマのXIGグループとのことで、居酒屋で絶対頼むみたいなメニューはありますか？おー、いいっすね。いい考えだな。いいっすね。なるせうんうん難しいね、これはね。もうね、合図釣るしかないよね。ずっとそれをしてればいいじゃん、もう。そう、やばいな、それ。どうなるせ、でも刺身、なるせ、刺身とか好きやもんね、なるせは、刺身とか。よいしょ居酒屋、居酒屋。そうだよね。うん、成瀬はやっぱハイボールとかよく飲むもんな。やばいな。ラグやばいわ。うん。ラグ。全然広がらない。広がらない話。話そろそろ進めましょうか。じゃあ、そうですね。次の質問に行きましょう。次の行く、はい、次の行く。あるやつ、あるでしょ、みんな。みんな、枝豆とか、冷ややっことか、あるでしょ。こんなやりやすいお便りをもうやらずに行くの。俺刺身頼みますね。よいしょよいしょ。まあ俺やっぱ串物があるとよく頼みますかね。あ、俺餃子っすね。餃子。俺卵焼きですね。よいしょ。すぐすぐ。やりやすい、やりやすい、すごいやりやすいわ。すごい、全部いけるかも。全部いけんじゃんそれ。え、しかも俺鳥からの軟骨好き。連打だな、連打。連打すな。はい。あのね。やばいな。まあ、みんなが好きなものは分かったんじゃないですかね。じゃあ、次のお題に行きたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。話題ルーレット。じゃあ、これ、はい、これさ、あれしようよ。うん、ハッシュタグ、みんなつぶやいてさ、うん、カテラン入れよう、カテラン。あ、カテランね。カテゴリーだけ。トレンド。あ、トレンド。
カテラはニコニコだ。遠目で笑ってるやつおるぞちゃんと。遠いんだよ。すごいぜ。ね、このエクサージ話題ルーレットっていうのをちょっとみんながつぶやいてくれたら多分入ると思うんですよ。カテラな。うん。嬉しいじゃんやっぱ入ったら。うん、確かに。あの SE の成瀬に質問です、成瀬ちゃん代わりの声って放送前に録音したんですか？とのことですね。ちょっと面白いな、うん、あそこれしかね、あれでしょ、これめいちゃんと成瀬でこれ作ったろって2人で考えるでしょ。絶対そうだと思うよ。あれもねえのかい。ラグが。よろしくお願いします。あ、お願いします。これはない。っていうか、なんで音質悪いの。確かに録音してるやつなんで音質悪いの。ちょっと、わからない。新しいやつや。新しいやつ出てきた。結構あるな。新作や。ちょっと、全然何個あんねやろ。すげえな、うん、まあ、隠してるね、まだまだあると思う、うん、まだあると思う。あ、トレンド入ったって。はい、うん、どんどん上、ね、どんどん上目指そう。カテラン今29位だから、まだまだだよ。もっと頑張ろう。まだまだか、うん、いや、それはもう、うん、あれやな、一面にはトップに上げてこへんな、まだそれやったら、うん、それはあかん。うん、XIG、のメンバー、自分たちが XIG リスナーだったら、誰の、ファンをやってみたいですか？お、これみんな自分って言うんじゃないの？そりゃそうやな。まあ自分でしょう。まあ、XIG はやっぱ、個々の強さが集まって XIG だからね。ですね。はい。自分以外のメンバーが女の子だったとして、付き合いたいのは誰ですか？逆に、絶対付き合いたくないのは誰ですか？まあ、これみんな、それぞれ自信あるんじゃないですか？あれますね。自信あるんじゃないですか？自信？いやー、はい、どうかな。ルス君はどう思う？そうだね。そうだね。そうだね。いや、けどさ、俺自分のキャストでも結構話すんだけどさ、なんか、まあなんかオーガナイザーっていうポジションでありながら、やっぱ結構みんな、自分以外のみんなって結構やっぱ、包容力があるじゃん。うん、包み込んでくる。あ、そう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 。だからなんかみんな、一人一人なんかまあ、乙女ゲームで言ったら、ジャンルの違う良さがあると思うんだよね。なるほど。うん、なるほどね。そうそうそう。そう、なんか、成瀬はオカン属性なのね。おかん属性、うん、そう。おかんって？おかん？あ、じゃあおかんってその、圧巻じゃなくて、うん、お母さんね。さんね、うん、で、まあ、まあ、こらあんたっていう感じ。で、あ、で、めいちゃんは、弟？うんうんうん。男じゃないですか。なんか確かに。乙女ゲームの。確かに。普通に。普通のツッコミだったな。うん、正論でしたよ。で、荒木は、荒木はお父さんって感じ。男じゃないですか。乙女ゲームじゃないな、これは。なんで例えばいいんだろう。難しいね。あ、けど自分が女だったらだからね。あれ、違うか。これ。千楽、千楽はね、近所のお兄ちゃん。おぉ。他人男や。アンクさんは、アンクさん。アンクさん難しいよね。アンクさんがね、難しくて、包容力で言ったら何よりもズバ抜けてるんだよね。おー、なるほど。まあじゃあおじいちゃんなんでや、なんでや。包容力といえばやっぱおじいちゃんかな。なるほど。包容力ないじいちゃんいるでしょ。もう隠居してるんですね、じゃあ。そうですね。ね、ちょっと難しいな。ちょっとその例えはなかなか、例えば難しいね。そのなかなか難しい、うん、難しいと思う。俺も難しいと思ったもん、ヒロってね。うん、じゃあ次いきますね。いきましょう。あ、てか全然僕じゃなくてなんかどんどん拾ってみんな。お、じゃあ、うん、見てもいいんだ。あ、見て、全然見て見て見て。ガチで見るよみんな。ガチで見るじゃん。いやいやいや、みんなちょっとかん見すぎ、それは。え？あれ？なるせ SE の出番やで、みんな無言やし。え、あれ、これさっきみたいなやつになってる、もしかして。ちょっと、ないわ。あ、あれ、おかえり。え、聞こえない。おーい、聞こえてる？また会話できてない。聞こえてるよ。
え、俺の声聞こえてる？聞こえてるよ。はい、聞こえてるよ。あ、よかったよかった。一瞬みん、え、どういうこと？え、一瞬みんなあれやったよね。いやいや、話してたけど、うん、え、俺の声聞こえてた？いや、聞こえてたよ。ちょっと聞こえてた。え、怖っ、なにこれ？意味わからん。しかも普通に結構なんか、うん、息子くんめっちゃみんな読むやんとか言ったけど、俺その時普通喋ってたしさ。あ、そうか、その辺からもう聞こえなくなってる。なるほどね。確かに一人だけだからちゃうと思った。あ、じゃあお題が届いてないんですね、まず。あ、そう、すいません、お題届いてなかったね。もう一度ご説明いただけたら。 XYZ の、はい、XYZ のメンツで打ち上げなどの飲み会とかあると思うのですが、潰れる順番などはありますかって。あ、はい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 、みんなのお酒の強さの順番みたいな聞きたいですって。なるほどね、いいね。なるほど、まあ、僕ちょっと飲めないんでね。確かにね、そうだね、はい、まずアンクさん、多分次僕でしょうね。ああ確かに。いや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 、あの、あれ一番実際早く潰れるの俺成瀬だと思うよ。いや、そんなもん、もういけいけ、ゴーゴーゴー。何やねんそれ、どこで使うねんそれ。それサードコースターのやつやん。ホームに回してるやつやん。勢いだけの、勢いだけ。腕グリングリンやもん。新しいやつ、新しいやつ。なぜこう放送中に撮ってるでしょ、絶対。逆に弾増やしてるでしょ。なるほどな。遅いね遅いね、タイミングが。やばい、やべえな。他にあります？あ、読みましょうかね。はい。途中でランキング終わってもったけど。最後決めよう、ランキング、はい、ランキングね。まあ、アンクさんは飲まないと。飲まないですね。で次は、いや、レインちゃん。絶対違うやん。あるんだそれも。レインちゃん。弱い順ってこと？弱い順じゃないですか、弱い。そうだね。でも潰れる人は誰もいないですよね。確かに、うん、出来上がる順だったらありますけど、うん、出来上がる順、うん、出来上がる順、千田さんと俺同じぐらいですよね。確かにそうですね。メイちゃんでき、あ、そうかな、俺めっちゃ自分が早いイメージがあるからさ。いやいや、もう打ち上げでいつも俺と千田さんだけなんか おかしな。そうそう。あ、じゃあ成瀬も一緒ぐらいだな。確かに、うん、確かに。成瀬ぐらいで、荒、うん、木さんがしっぽり飲んでて、ルス君、真面目な話しててみたいな、うん、確かに確かに、なんか、うん、ルス君は大体熱い話し始める。うん、なんか言った。なんか言ってる。え、なんか言ったね今。なんか言ったないわ。気のせい、気のせい、あ、もう話そろそろ進めましょうか。進んだんねん、進んだんねん、ちゃんと。お前のせいだ、ちゃんと進めとんねん。え、一番強いのは俺、アルキじゃない？え、アルキな気がする。いや、アラキさんは割とずっと飲んでて、うん、で、うん、なんか、本当に真っ赤になって、あ、まあ、確かにね、なるのはルス君がめっちゃ最後な気がする。あー、どうなんだろう、うん、なんか、ペースの問題な気もするけどな。なんか、千楽君とメイちゃんめちゃくちゃ早いし、飲むのが。飲ませるやつがいるからだろうがよ。そうなんだよね。おめえが飲ませてくるからだろうがよ。いや、だって、あの、せんなくんもめっちゃ飲んだら楽しいじゃん。いやいやいや、うん、違うじゃん、なんか楽しみ方がさ。自分も飲んで楽しめていいけど、一人飲んで楽しいことないのよ。マジでそう、マジでそう。みんなと頑張ったね。これ飲みって言って。悪いんだよ。いやいやいや、かわいそうに。まあでも面白い、面白いよね、うん、ね、飲み会はね、うん、けどなんか俺最近なんかさ、千楽くんがあんま酔ってんの見てないな。あー、うん、最近ね、うん、省エネの飲み方を覚えたけど、でもまだ今年入って一緒に飲んだ回数がみんな多分全然ないと思うから、うん、あ、まあそうだね、まあ、まあ、こういうご時世でもあるからね、うん、そう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 、まあ、まあ、あれやね、なんかさ、それこそ今日みたいな日にさ、何、やっけ、よくあるさ、なんか朝オンライン、そうそうそう、なんかそれこそ今アーティストがインスタグラムでやってたりするじゃん、はいはいはい、やっても面白いかもね、ね、ズーム飲み会みたいなやつね、うん、ああなるほど、まあ俺飲んでるけどね。飲んでる、飲んでる。そりゃそうでしょ、みんな飲んでる、さすが、はい、さすがですね。うん、確かにね、それはありな気がする、うん、なんかやっぱお酒入ってた方がみんななんかさ、放送モードってよりなんかリラックスできそうじゃない。まあ、普段通りみたいな。そうそうそう。あれ、セルフ？セルフ。セルフ。ついた、ついた。負けてる、負けてるもん。日本一。ここで使うんですか？ダサ。ダサ。ほんま会社の飲み会かもたまに。すごいな。うん、他にね、じゃあどんどん行きましょう。めちゃんも行きますよ。はいはいはい。
話そろそろ進めましょうか。進めようとしてんね。進めようとしてんね。今ちょうど相談してんね。ライブあるあるってありますか。お、ライブあるある。ライブあるある。むずいな。ライブあるある。ライブあるある。ライブあるある。そうね。ステージドリンク間違えて飲んでしまいがち。ああ。人のやつをね。ああ、いやわかるそれは。なんか暗い。本番中だとあるね。うんうん、暗いから見えないよね。うん。いや見えないのもあるし、もうね、誰のでもいいやって思う時ありますよ。みんなね、とりあえずもう今すぐ水が飛んでる。もう別にみたいな。テンション合わせてきた。テンション合わせてきたね。みんな逆に自分の水飲んでるの？え、飲もうと努力はしてる。はい、一応位置は覚えてはいる。うん、この 2,3 秒で飲めって言われるとちょっと無理だね。そうだね、そうだね。そうだね、いややっぱこれから多分ソーシャルディスタンス言われるから、ライブでもめっちゃ色分けしたペットボトルとか置かれる。確かに確かに食べちゃう。あー、受けてるやめな。SD の笑いうさんくさいのもう。なんでそんな遠いのその音。あんまそこまで邪魔しないような設計なんでしょ彼らに。なるほどなるほどなるほど。さすがやな。邪魔しないような。めっちゃ遠い。これ絶対バイクでアナログで拾ってるから、なるちゃん黙ってるだけだと思う。あ、なるほど。なるほどな。そんなもんもう、いけいけ、ゴーゴーゴー。サンドイッチコーチ。帰り道ね。あかあか。ホームで待ち合ってた。これはさ、これめっちゃもうそんなもんって意味わかんない。本当に。はい、じゃあ、めいちゃんが拾ってくれたので、次、じゃあ、荒木さん行きましょう。行きましょう。何でしたっけ。あ、話題を拾うの、うんうん、そうそうそう、お願いします。じゃあ更新しまして、ここ適当にスクロールしました。ここ、はい、お、なんだこれ。なんだ。ライブ前に必ずすることとか、なんかルーティンとかなんかないっすかみたいな。なんか前回の時もね、ちょっと話したんですね、はい、そうね、なんかありますか。うん、やっぱあのアンクさんのいつものやつをやっぱり。まあやりますよね。やっぱあれだよね。何いつものやつって。あのこう、おーあーあーあああ、これを聞くとライブ始まるぞって感じします。わかる。これこれこれ。いやそれ準備がいいな。おたまと。え、あれだよね、なんか連鎖反応みたいになるよね、そのアンクさんの声出しって。え、ならない。あ、これ、あ、絶対また止まってんな。ちょっと待って、俺意味わかんない。びっくりした。そう、不思議な現象起きてんな。いや、おかしい現象起きてるわ。今も聞こえてんじゃない？今は聞こえてる。いや、なんかね、聞こえなくなった瞬間に、うん、あの入り直すと戻るんだよね。あ、なるほど。意味がわからん、うん、なんでやろな。わかんない。あ、けどもパソコンのせいな気がする。もうだからパソコンももうすぐで、うん、強強 PC が最強になるから待ってて。うん、うん、どれくらい最強なんすか。それ気になるわ。あの、もう現時点で一番強いやつくださいって言った。おお、それどこで、どこで。あの、ドスパラ。ドスパラ。あ、いいね。ほんまにいいやつ買ったもんね。ゲームゲームとか。アイナインとかですか。そうそうそう、アイナインのやつ。あ、最強じゃん。そう。メモリー、メモリーすごい。メモリーもすごい。あのメモリー192。うん。192はやばいですね。192はやばい。MP3 の音質じゃない。ほんまや。メモリはどれぐらい。メモリはなんか増設して 32GB に。ああ、足りる足りる。すごい。うん、だからもうこれでもうこういうことはないと思う。いいね。いいね。素晴らしい。ルス君も、はい、あの、あれ、ルーティンやってるよねって話してて。ルーティン？そうだそうだ。ライブ前にこう発声の。あーあ、やるね。確かに確かに。え、けどなんかきっかけはやっぱアンクタンが始めると、なんか、あってなんか思い出したようになんか流れるようになる。なんか、あ、やるなみたいな。あ、そう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 。うん。だやっぱなんかアンクタンがそう、ね、そう、なんか先導してなんかやっぱり、そういうあれになってるなって気がするの俺は。なるほど。アンクさんがやり始めと、なんかこうルス君はいそいそと、うん、あのどっか外出て行って壁に向かってずっと走る。バレてるやん。俺のイメージではなんかそんな感じ。まあまあまあ、確かに確かに。壁を前にすると聞き取りやすくなるから、ね。あ、そう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 。あ、そう。そう。あと、なんかあの変になんかうるさくなるのも、うん、申し訳ないなと思って。楽屋でやるのも。楽屋で聞こえてます。廊下中に響き渡ってる。笑ってる。ちっさ。あれなんですか、荒木さんとか発声練習しないんですか。うん、いや、もうしてますよ。え、皆さんと会話してるじゃないですか。どう思います。あ、新しい増えてる。新しいやつだ。
もう一回もう一回。なんつうの？荒木さんとアンクさんはどう思う？今撮ったやつだ。新しいのできた。すごい。まとめられちゃったしもう。まとめられてる、ね。すごいな。すごいね。何でしたっけ？荒木さんのルーティンの話。そうそう。あの人と話すことが俺としてはこう発声練習かなと思って。ああ、確かにね。声出してればいいかなみたいな。うるせえ。どうやってやってんだろう。俺もやってみたいわ、それ。どれめいちゃんは SE、SE。SE ね。うん、俺は、なんですかね。リハーサルで。ああ。全力だもん、ね。すごいよな。はい。そうな。すごい。確かに。なんかさ、思うんだけど、リハでさ、なんかちょっと本番のために喉温めとこうと思って、ちょっと、はい、まあ、60パーくらいでやるとするやん、リハを。で、本番120とかでやるとさ、耳の中のバランス全然変わっちゃうくない？あ、そうそうそう。そう、それがちょっと怖いなっていうのが結構あったりするかもしれない。うん、まあ、リハも本域で、そうそうそう、若干やるっていうのが、ね。そうそう、それがなんかやっぱ大事かなと思った。うん。瀬野さんは？僕はなんやかんやだけですね。あ、そういう、そ、袖のやつですね。あ、そこのことがびっくりした。ダイヤル終わった後もやってるやつですね。なんやかんやですね。なんやかんやって。あの、荒木さんの、歌、うん、あの、一発撮りの動画見て、こんな綺麗に出るんやとこう、あれびっくりしたなぁ。あ、人に見たことあってんねん。めっちゃかっこよかったよね。うげぇ。え、そう、あの、それ、あの、キャスでもね、言ってたんですけど、自分のやつね。うん、あの、はい、その、アリス・ニューヨークが上がって、あの、もともと、その、アリス・ニューヨーク、仮歌がなかったじゃん。はいはいはい。それで、あの、みんな分の仮歌を黙って、ほいっつって、投げてきた荒木がイケメンすぎるって話をしてたんですよ。あ、確かに確かに、やばかった。あ、そうな？めっちゃ助かった。本当に助かった、あれは。やばかったっす。それ以降は、急にメイちゃんがそれをやるようになったって話をした。違うよ、違う、俺がやったんじゃなくて、違う、お願いしてた。そうか、メイちゃん、それでやり始めたのか。なるほど。なるほどな。左の時、確かに。確かに。違う。語弊がある。語弊があるね。印象操作やばいっすよ、ここ。やばいね。めっちゃ遠いんだよ。どんどん遠いんだから。こいつマジでこれで走るつもりか、今日。やばいな。最後までいけると思ってる。すごいな。すごい。なるほどね。閲覧1万人超えたみたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、いろいろトラブルあって。喜んでる喜んでる。こういう時に使うんだな。なるほどね。あの閲覧の皆さんよかったら音追してくださいね。あの多分気づいてない人もいると思うんで、このインフォのキャスまだサポートしてる人がいなくて、通知があんま届かないと思うんだよ。だからなんかみんなにちょっと届けてくれたら嬉しいです。なるほど。音追ね。そうそうそう。エクサイジエクサそう音追というやって、あの語源の理由は分からないけど。うん。なるほど。めちゃ語源の理由なんていうのこれ。なんで音追？オンツイッター。オッケー。ないでしょ、わかんないけど。そういうことね。ね。なんで？呼んでいきましょう。はい。じゃあ、次は成瀬呼んでください。あ、これはどうするの？まずいぞ。まずいぞ。この話題は。千羅さんに絶対先を見せたでしょ。すごい。絶対先を見せたでしょ。先を見せたね。頭いいな。うるすごいな。なるでミュートモードになってるちょいちょい撮ってるんだよね。ちょいちょい撮ってるよね。先を千羅さんに何だって？この話題は千羅さんに。分かった分かった。なんか言ってる最後。フロッかなとか。フロッかなってことね。ね。じゃあ千羅さん選んでいただいて。じゃあ今日の朝ごはん何食べましたって。ああ。まあまあシンプルにこう。今日コーンフレーク食べましたね、僕は。ああ、見ましたよ、ツイート。フルタイのリプライだったんですけれども。見ました、見ました。皆さん何食べた？何食ったっけ？プロテインを飲みました。あ、いいですね。俺も俺も。あ、うん。俺はあれですかね、サンマルクのチョコクロですかね。ああ、美味しいやつ。それとコーヒーですね。うわぁ。そんな朝ごはんみんな食べてるんですか？はい。え、めいちゃんは？めいちゃん、何時に起きてんの、めいちゃん。え、めいちゃん12時ぐらい。お昼だ。何食べたん？起きてすぐウーバーイーツですね。やば。何頼むの？ウーバーイーツちなみに何頼むの？いや、ナポリタンですよ。こういいね。なるほど。いや、また五感が面白かったね。で、ケチャップスパゲティ食べたいな。はい。ナルセに、ナルセに。ナルセ君は？荒木
崎さんとアンクさんはどう思うんですか？言ったよ言ったんだよ言ったんだよ。僕はどう思う？言った言った俺も言った話そろそろ進めましょうか。じゃあ進めましょうか。めっちゃおもろい。アイコンでやってんだなこれ。絶対アイコンやろうね。サンプラーじゃないですかね。サンプラーでまとめてんだと思う。サンプラーでボタンを押してすごいな、すごいな。メンバーと、はい、入れ替わったら、この人に一番なりきれると思う人は誰ですか？あー、ムジーナ。ムジーナ、俺ルス君かな。あ、俺はね、誰だろう。俺誰だろう。俺もルス君かもしれんな。うん、なんかルス君いけそうっすよね。いけそうっすよね。あー、ルス君かな。うん、ルス君かな。うん、ナルセは？この話題は全裸さんに何でやねん。何でやねん。プロかなちゃうねん。いけいけいけ。それやばい。それマジで。それずっとおもろい。ずるいわそれ。うん、でも俺はめちゃんすかね。ほほ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 そんな変わります？全然変わる。ガガ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 ガいやいや俺ミュートしながらずっと撮ってますから、うん、それはすごいな。あんま見やすいだからサンプラーでやってるのすごいね。でも自分はめいちゃんかな。ああはいはいはい。俺、うん、楽勝でしょめいちゃん。めっちゃ舐められてる。だって配信の時だけ元気で、うん、あれ配信終わった途端に暗くなればいいんでしょ。また語弊がある。語弊があるだよ。印象操作めいちゃんでしたって言った時に、はい、お疲れっす。いや昨日めいちゃんとこっそり発信したんですけど、そんな感じでしたよ。お相手はナルセとめいちゃんでした。配信終わったよ、お疲れっすみたいな。そうなの。逆に配信終わってお疲れなんて言うわけなくない？いやいや言う人いるかもよ、うん、俺は言うタイプかな、うん、まあ言うかな俺も、うん。ちょっと俺また俺バレたんかと思って焦ったわ。また止まったんか、うん、マジ。けどめいちゃんってなんかバカに見えてすごい考えてるよね。いやフォローだって。フォローだ。次行きましょう。次行きましょう。唐突にディスる。いや違う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 。あのなんかそういうなんか玄関に見えてなんかすごい頭が良いというか。ああ。そう、なるほどな。ね、そうそう、いっぱいたくさんね、ちゃんと考えてる、うん、ね、何なんすかよってやめてください。戻っちゃった。逃げや、戻っちゃった。あ、じゃあアンクさん、あ、またユレと、はい、はい、いきます。XIG のメンバー、お互いを動物に例えると何だと思いますか？おお、なるほど。あー、これいいですね。うん、まあ、やっぱメイちゃんはあれかな、ピットブルかな。何それ、ピットブル。何ピット？めっちゃやばい犬っすよ。え？ピットブル。はい。ムキムキのやつっすよね。お前。めっちゃ強そう。人よりでかいじゃん。普通に殺す犬っすよこれ。やばいそれかな。あ、性格書いてるよ。ひょうきん、頑固、意志が強い、従順、愛情深い、聡明。いや、違うじゃん。完璧それじゃないですか。確かに。放送後すぐ黙るとも書いてある、確かに。ピットブル放送するんだ。放送するんだ。放送するとすぐ黙る。やばい、冗談。え、かわいいけど。かわいいですね。かわいいね。難しいな、どうですか。逆に言ったら自分はこれやと思うみたいな、ありますか、皆さん。あ、自分は。むずいな。むずいな。ライオンじゃないですか。ライオンかな。あ、俺、千賀さんもライオンっぽいなと思ったけど。千賀くんチーターっぽい。チーター、ああ、なるほどね。っぽいね。ヒョウとかそっち。そう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 。確かに。荒木さんはライオンだね、確かに。なるほどな。むずいなぁと。くんは。なんだろうね。ルスくんはやっぱ、フェレットか。フェレットめっちゃ言われてんだけど。フェレット、フェレット、そう。さっきから
カインくんさ、カインくんちさ、フェレット買ってるんだけどさ、あっぽいね。そうけど、あのフェレットね、めっちゃ可愛いんだけどめっちゃ臭いんだよでもあれ発情期だけだよ。あ、そうなの。え、じゃあカインくんちのフェレット発情期ってこと？あ、常に発情してんじゃない。そういうこと。やだ、やめようよそういうのいないんだからおい、よくミーアキャットかなと思ってましたけど。ミーアキャット、あ、それもいいね。あ、確かに、ミーアキャットよいしょ。なんかイタチみたいなやつでしょ。はい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 、ミーアキャット。あ、ミーアキャットっぽいな、確かに。あれ可愛いんだよ、ミーアキャット。あー、確かに確かに。あ、はい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 、ライオンキング出てくるやつですね、これ。あ、これライオンキング出てくるの？めっちゃ虫食うやつやん、これ。虫食うの？はいはい、あー、虫食べるね。ちょっと待って待って待って。可愛いからの印象めっちゃやばくない、これ。いや、まあまあまあ。動物なんでね、これはね。まあまあまあ。いや、動物の9割虫食べるし。そうっす、タンクさんはいいかな。タンクさん。さ、むずいな。白鳥。白鳥？白鳥？なんか、なんですかね。足とかをこうめっちゃこうピキッと上げたり、お、なんつうの、お尻をプリプリ振ってるイメージがあるんで表現を表現がまあでも振ってるかもですよね。なんで、まあ、振りますね、やりますね。確かに白鳥でもいいですね。なんか嬉しいですね、これ。いいですね、うん、あの成瀬アライグマだと思う。ああ、あー、いや、どうかな。カメとかどうすか。カメ、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 カメか。あー、あれでしょ、ウサギとカメのカメってこと？そうなんでその例えやったかわからんけどあの、めちゃくちゃでかいカメ。ゾウガメっすか。ゾウガメみたいなうーん、ナルセくんな。でも、意外とっていうか、めちゃめちゃ機敏っすからね、動きは、うん、そうなんだ。そうなんだ。あ、なんか遅そうに見えてめっちゃ動けるってこと。噛みつきガメっすかね。ここにいないよ、そんな感じ。外来種、それ。そんな人頑張ってくれやつ。おい、動けるデブってちゃんと言えよ。その時に言えよ。思ってたんだろ、ずっと。オブラートに包まれた。意外と動けるデブだなって、デブのくせにって。思ってたんだろ。バレてるから。外にも俺以外の窓があって、そこで、あいつは本当にデブだけど動けるけど、デブだもんなって思ってたんだろ。思ってたんだろ。その動きだけ強いのなんだそれよくわからんよくわからんパターンになってるやばい、あ、勢いで笑かしじゃあ、まあ、まとまりました大体。はいはい、うん、じゃあ、めいちゃんは選んでみて。え、うん、あの、まあ、笑い入れると、うん、時間的に最後かなかな。あ、マジか。多分え、そうやってあ、でも奈良瀬くんも終わりたいんすか。いや、違います奈良瀬くんも読むないそんなことないよあ、読みな皆さんが疲れた時に癒されるものは何ですか。おー、あー、うん、むずいですね。酒重いな、なんか一言酒ほろっと、なんかなんか哀愁感じた今、うん、すごい。なんだろう。酒か、酒もいいですけどね。いや、なんかさ、俺思ったのは、うん、なんかその放送環境が整って、なんかツイキャス最近できるようになってね、よく、はい、今ってそのカラオケもどこも歌える環境がないじゃん、うん、だからなんかツイキャスとかでその歌枠とかやるとやっぱすごいなんかストレス発散になる。あ、うん、カラオケもないし、やっぱ歌えるって大事だなと思った。ライブもないしね。そう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 、うん、自分たちのね、こうアイデンティティみたいなもんかね。そうそうそう、うん、歌ってみてあげようや、もう。そうやね、その勢い、うん、あげるわ。あの百鬼祭りあげようや、もう。何、百鬼祭りって。百鬼祭り、そうや、ちゃんとランキング見ようや、もう追ってこうや、ニコニコ。ね、今みんながね、投稿してるやつですからね、結構ね。そうや、うんうん、あ、百鬼祭りか、はい、はい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 、やっちゃおうや。いや、ぼってがべん、ぼっ、ぼっか、ベランドですね。ボッカデラベリタ、はいはい、これめっちゃかっこいいなって最近思ってて、うん、これやってこうやもん、うん、やりましょう、やろう、ね、やりましょう。なんかみんなあげるからね、ボッカデラベリタ。あや、うん、いつから歌ってみてあげてないのよ、うん、いつからやろな。いや、そういえばそうか、そうそう、ね、あや、確かに。今家で撮れるの。あ、やっと撮れる環境って感じかな。あ、いいね、うん、いいですね。あ、ね、なんかマイクプリだけあと荒木に聞こうと思ってた。いいやつね、マイクプリね。あとで URL あげるよ。お願いします。インターフェースは買ったんですか。あ、インターフェースね、なんだっけ、ファイアフェースあるから、それ十分って言われて。あ、それ終わってからやれや。やる。オッケー。荒木さん、強いっすね。強くないよ、お酒が回ってきたのさ
そうなんだ。癒されるもんか。やっぱ酒かな。やはり。ちょっともう一杯作ってきていいですか。じゃあどうぞ。いらっしゃい。まあ僕はみんなの応援してくれてる人たち。おいおいおい。おい嘘つくな。なんでですか。嘘つくなよ。いや本当ですよ。本当か。はい。いやメイちゃんだっていつもそう言ってるもんな。やっぱその裏とかでもやっぱそうやって言ってるから、やっぱおい、おいなんかそのなんか金かなんか金の匂いがするわ。金を買ってるわ千田さんの発言を。本当に後で振り込みますんで。ま、おいやいや全然そんなんいいからな。うん、 ありがとうございます。うん、まあちょっとだけでいいし。うん、はいはい、すいません。うん、振り込み方法ってうん、あれで、あのペイペイで。現代的ですね。はい、ビットコインで渡すのはちょっとまずいっすね。持ってんやん、すげえ。こいつ持ってんだ。なんで持ってんねん。そうですね、まあ酒ですね。普通に。なるほど、6人中3人が酒ということで。すごいな。ハンクタンは？みんな辛い？自分はアニメですね。あー、アニメ。アニメ見ると復活しますね。いいね。うん、最近何変えるんですか？最近というか昔のやつを今見てますね。ああ、そうそう。おすすめください。ユーチューブの39とかですか？いや、そこまで見てないです。クール。あれはいい作品だけど。いや今何でも見れるからね今。そうそう。今は何なんですかちなみに？今はちょうどあのタイトル忘れちゃったなんだっけな。本当にあれなんですね。癒されるためだけに見てる感じなんですね。そうですね。もう。あ、ちょっと思い出したいやつは思い出せないんですけど、あれ好きでした。あの、キャンプ2月。ゆるキャン。あ、ゆるキャンね。ゆるキャンやったんですよ。ああ、面白いですね。うん。あれいいっすよね、あれ。あれいいっすよね。あ、そうなんだ。そうそう。なんか、今外に行けないから、なんか、あ、なるほど。味わえる。はい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 。うん。ああ、確かに。結構いいっすよ。行ってみよう。あと答えてないのは？成瀬くんか。うん。俺はでも本当にいつも配信来てくれるみんな。そうだよね。ね、そうだよね。セナさんもそうだよ。いや、やっぱそうやな、まあ。結局そうなんだよな。始まった。まあ、そういうタイミングだからさ、愚痴とか聞いてくれる人とかいないわけじゃん、周り。まあまあまあ。何百人もの人に愚痴聞いてもらって幸せな思うよね。眠れない夜。もう、可能エコみたいになってる。ケボカテゴリーみたいなやめろ、ほんま。カップ上がりましたね。私とおしゃべりしていきませんか。それツイッター広告流れてる。YouTube の流れでやつ。私とおしゃべりしていきませんか。見たことある。スプーンです。スプーンか。スプーンがそうですね。なんか時々さ、めちゃくちゃ片言のあの広告ない？そのスプーン。片言？なんか僕とあの一緒に寝落ち通話しようよって。何それ。すごい知らん。本当に本当に。そんなバージョンもある。そう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 。それもスプーンか。でなんか女性と男性が話してて、あのいいよけど眠れなくなっちゃうかもねっていうの。それ見たいな。いや本当に見せたい。すごいおさん臭いな。それでもめちゃめちゃあるな、うん。逆にそれが印象付いてる俺は。なるほどね。うん、なるほど。それ YouTube ですか。多分 YouTube じゃない。本当にエロサイトとかじゃなくて。確かにこれ見たことないよ。こんなの。マジで？みんな知らないって言ってるもん。みんな知らんもんね。あれ？見たことないぞそれ。エロサイトかな。で1万人いて誰も見たことないっておかしいでしょ、うん、これ。マジ？じゃあエロサイトだ。マジか。じゃあっていうこの。嘘だ、俺見たことあるんだけど。違うっぽい。本当に YouTube っぽい。あるね。YouTube でしたね。よかったね。漫画のやつを見るよね。なんかあの漫画の機械。ああ、私とかみたいな。そう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 。いいね。矢崎金があってみたいな。ああ、あったね。あった。いいね。いいね。いいよ。いいっすね。この系の広告でさ、ちょっと一番なんかムカついたあのキャッチ、なんかその痩せ金とデブ金みたいなそのキャッチフレーズがあるじゃん。で、一番俺ムカついたというか、何こいつって思ったのが、怪我こいだけで一面グループからはぶられたっていう。やり通して言ってられた。そう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 。かわいそうに。かわいそうに。っていうやつあったな。やばい入り口だな、それ。どうやって入ったのな、まずそんだけ。確かにそうですよね。やっぱ冬に入って夏にはぶられたみたいな、なんかそう。なるほどなるほどね。どんな理由だよ。めちゃくちゃやんま。でも最近あの5秒間に収めようと必死な CM 結構増えましたよね。ああ確かに。待って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 、スキップしないでスキップしないでみたいなやつみたいな、うん、
ちょっと待ってちょっと待ってみたいなやつありますよね。それはちょっと数年前に流行ってた。いやありましたよ。あったか。あれは 8.6 秒じゃない。うん、あのおおええ鋭い鋭いなお前の今の高いほんま。すごいな今の。うん、よし話題読んでいこう。次の次の話題いこう。全然決まったマジで。あ久々に聞いた。おおやばい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 。え？なんかブズついてる。ノイズまで出てる。お菓子食べてる？お菓子が壊れてる。お菓子食べてる。お菓子は食べてない。どうしましょう。どうしましょう。今見てます見てます。お、行ってこ。リーダー選んでないじゃんまだ。確かに確かに。選び方が分からないからちょっとちょっとじゃあ。この話題は千田さんに。ね。今これ今すげえキーボード押そうとしたんだけどなんか。このキー一定してんのこの人。キーに。あ、どうする？はいはい。あ、そうそうそう。なんかさ、その話題ルーレットで見て思い出したんだけどさ、XIG ってさ、他にもいろんな出演者の方もいるじゃん。で、その方も、なんか、そうそう、お誘いするのありかなと思ってて、みんな都合が合わない。そうしましょう。うん、そらそうよ。ね。まあ、ただ人数が多いとね、なかなかスケジュールが合わないっていうのもあって、難しいことではあるかもしれんけど、事前に決めたらね、可能性はある話だと思うから。いや、もうぜひぜひ。じゃあ、もう6人を入れ替えるって感じ？あ、いやいや、入れ替えるってよりも、なんか、別に。10人とかまあまあまあね。確かにね。だそこら辺もちょっと難しいなと思ってて、うん、まあなんか多ければ多いほどいいってわけでもないじゃんこういう配信で。そうね、うん、誰か来たら俺休もうかな。おう、寂しい。せっかくだし配信の締めに来週何やるかとかさ、うん、来週もやるのかとかも決めつつやるのはどうだろう。あ、それはありだね。うん、めちゃくちゃいいと思う。いいね、やっぱ生の音声になると言うことが違うぜやっぱり。ありがとうございます。あのさ、はい、あのピコさんさ、それこそさ、あの体調ね、復活されたから、うん、ライブはまだ厳しい状況ではあるかもしれないけど、配信とかお誘いしてみんなでお話すんのはいいかなって、ね、いいですね、思ってるね。いい考えだね、うん、今から呼ぼう。今から今よ。今何するんです。今絶対いけるから。ちょっとオファーだけしますね。もし電話が繋がるんだったら、今なるほど。絶対つくから連絡ピコさん。岡間先生を呼ぶんですね、ついに。ほら、なんかこんなちょっとでもいいからこう話してみたいよね。そうだ ね。そう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 。ずっと話してないもんね、確かに。そうなんだよ。これいわゆる突ってやつじゃないですか。確かに。逆突？確かに。なんかあれだね、いいともっぽいね。いきます。いいね、はい。本当にかけるんだね。うん、怖くないですかこれ。怖くない？本当。めっちゃうんこしてたらどうしよう。出ねえ。こっちはいいかもしれないけど。うん、出ないね。出ないか。まあまた今度お話。まあそうですね。まあオファーはさせていただいて。はい、まあそういう案があるってことやね。はいはいはい。はい、逆に配信でこういうことしてほしいっていうのあるかな。あ、来週以降ね。うん、うんうん。そうですね。今んとこトークとゲームと、来週トークとゲームとやってきましたけどね。飲み会ですか、さっき言ってた。やっぱオンライン飲み会か。なるほど、うん。でもやっぱそうなると、まあまあ、なんかズームとかにした方がいいかなと思いましたけど、それはする必要はないか。はい、だってうちウェブカメラないんでね。あ、俺も持ってないの。ああ。まあ iPhone でできるんですけどね。え、うん、そうなんだ。んってこと、まあ、iPhone でできるんですけどね。じゃあ、オロチマルじゃなかった今の。ね、ん今、オロチマルのセリフみたいじゃなかった。私、忍者なんですけどね。やばい。井戸天。井戸天。どうしましょう。今決めた方がいいのか、それとも放送後みんなに決めますっていう感じで。まあまあまあ。まあまあまあ。そんな焦らずとも。うん、そうですよね。うん、まあ全然ゆっくりでいい気がするけど。検討しますでいいんじゃない。うん、うん、あー、なんかいろいろコメントで書いてくれてますよ。人狼とかホラーゲーとか。このメンツで人狼やったらやべえな。人狼ってこれで成り立つの？声だけで。あー、なんかゲームのサイトあるんだよね、多分わかんないけど。パソコンなんかあるんじゃないかな。なんかアバター作るのかわかんないけど。あ、なんかワードウルフとかもあるね、確かに。あ、ワードウルフいいじゃないですか。うん、うん。
いや懐かしいよな、なんかバードウルフ好きすぎだろ、マジで。そうなの、めいちゃんさ、なんかさ、これさ、共感してくれるかわかんないけどさ、めいちゃんさ、窓でもさ、マリオカートやりましょうってめっちゃ言ってないですか。言うよね。別にそんな。マリオカートかワードウルフしかお前ないんだ。なんでずっとワードウルフやりたがってるじゃん。セナさんに一周されてるね。そんなやりたいんだったらもうやる。点が死ぬからね、あれ。うんじゃあメイちゃんちょっとワードウルフのちょっとあれしてよ、プレゼンしてよ。ああ人狼と何が違う？ワードウルフは例えば今ここに6人いるじゃないですか、うんうん、6人で例えばお題が2つを出されるんですよ、うんうんうん、で例えばリンゴと、梨みたいな感じ、うんうんうん、リンゴお題リンゴって伝えられる人が4人で梨が、うん、2人、うん、はあ、でスタートで、このお題をお互い言わないまま、うん、話進めていくわけですね。ああ、なるほどな。丸いよねとか、ね。他の人が、例えば自分が指したりするわけです。うんうん、これをみんな違うんだよ、俺の。で、少数派だと思った人は悟られないように話進めるし、うん、大人数の人は少数派の人を特定するっていうです。いや、むずそうだな。あ、これか。アプリあるんだね。やろうよ、じゃあ。ダウンロードするね。うん、アプリ今やんのアプリでやる系なの？アプリでそのなんていうんですか、一人一人がこう押してってこう、あなたは何々です、あなた何々ですっていうのを回していくんですよ。あ、その場におらないやつですね。できんよ。いや、オンラインでオンラインでできるやつもあります。あ、ほんと？おぉ。はんはん。じゃあちょっとサンプルで一回やろうよ。サンプル試して。一回だけ。うん。俺携帯手元にないわ。俺携帯壊れてん、そうや。みんな、みんな携帯壊れてん。何や今、携帯。コンディション悪。パソコンでできんの？パソコンでできんのね。あ、でもこれ新規登録と書いてあるな。メアドとかダメしたけ、ちょっと。あ、ちょっとダメだ。まあまあ、まあ、検討ということで。検討で。うん、ね。また今度で。はい。わかりました。承知。来週もね、タイミング合えばみんなまた配信するという形ですかね。うん。そうですね。それできたら。はい。来週ですね。そうだ、来週。うん。まあ、それはまあ、追って。XIGP の案内があるかもしれないということですね。はい。承知。はい。実際、例えばなんですけど、もう来週から、まあ、この6人プラス1人ゲスト呼んでっていうのありだと思う？いや、もうありでしょう。じゃあ、そうしましょう。それさ、それ今コメントなんて聞いてた今。それとも俺に聞いてた？え？あ、聞いてた。ああ、そうかそうかそうか。そこで、それでさ、このメンバーだからさ、いや、それはなしでしょとか言うやつ、やばすぎるやん。いや。いや、もうちょっとタイミング置こうよって、あるかもしれないからさ、一応聞こうと思って。全然あり。うん、あり。今またあると思う。うん、うん、オッケーオッケー。じゃあちょっと、またそれも、まあ話し合って、そうですね。まあね、スケジュールもあると思うから。はいはい。決めましょう。決めましょう。おい。はい。これ、カンフーさんとかもね、呼びたいですよね。ああ。カンフーさんなんかもいつでも暇よ。いつでも暇なの。今日動画上げてたね。タイラさん4番なかなかやべえな、この米欄果てなよ、これもう。いや、違う、タイラさんはね、戦略リスナーを知ってるらしい。そうなんや。そういや、結構みんな名前出してるでしょ、他の人も。そうなんだ。え、うん、あ、そうなの。そう、出してるでしょ。タイラさん4番じゃあ、タイラさん4番マジで呼ぶの。タイラさんだけ、バーチャル背景でズームで出てる。お世話になっております。おもろいから。それいいと思うけどな。それいいね。自分たちお世話してくれるスタッフさんですね。はい。偉いさん、偉いさん。はい、お偉いさんよ。お偉いさんよね。こんな扱いしてんのもはばかられるよ、ね。そうに。まあけど、ね、まあ誰呼ぶかとかもね、はい、第一弾ちょっと楽しみにしてくれてたら。ね、追ってね。はい。うん、まあ平さんになるのか誰になるかわからないですけど。なるのかね、うん。なるほどね。まあおいおいってことでね。おいおいということで。はい。はい。今日はちょっと長々になってしまいましたが、いろいろバタつきながらも、カテランじゃないや、トレンドにもう入っていただきありがとうございました。ありがとうございます。入っていただき。あれ？入ってくださりか。うん。それも入れてくださり。あ、入れてくださり。入れていただき。はい、はい、また来週も、はい、まあ、スケジュール合わせてですけど、また、告知したいと思ってるので、はい、楽しみにしててください。もう今度はね、はい、ちょっとハイスペック PC なので、こういう音が聞こえないとか止まることはないので。お、フラグいやフラグじゃないから待っててください。来週から
お、いいね。で、なんで俺だけさ、アイコン初期アバターなんだろう、これ。ん？え？あ、本当だ。なんか変えたって言ってたよね、始まる前に。俺めちゃくちゃ色だけ変わったけど、ね。全然変わってないんだけど、びっくりした俺今、うん、画面見て。まあいいや。まあまあまあ、まあうん。まあまあ、これも含めてちょっと来週変えます。じゃあ、はい、6人、ちょっと新しい機能も入れて、みんなが喋ってるのも分かりやすくなったと思いますが、来週またいろんな新しいこともやっていきたいと思うので、楽しみにしててください。XIG 配信でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。